そうそう。これね、これ結構レアらしいんですよ。うん。面白いゲームらしくて。めちゃくちゃ、これだけなんや、オプションって。はい、出口。なんか世界観が独特らしいですね、このゲームね。聞く話によれば。女の子にしよう。あ、やっぱそうですね。ファイナルファイト系ですね。なんかすげえなー、えらい色っぽいというか。これ下さだどうやって出すんやろ。お、爆発すんの敵が。足がめっちゃ綺麗ですね。ちょっとぶわ、ちょっと太いけどね。これはね、なんちゅうのが結構色っぽい格好してますね。もうなんかパンツ丸見えに見えるもんな、これ。なんでナスビみたいに撮ってんだ。何やこの敵。何これ、このポーズ何、挑発みたいなもんかなこれ。何？なんかちっちゃい人出てきた。これも敵なんや。あ、キノコみたいに取った。うわ、何これ。おお、コピーが出てきた。コピーつうか、あ、あら、敵じゃなくてこれ仲間つうか、あ、助っ人なのかこれ。助っ人っぽいなこれ。そういうアイテムを取ったってことか。助っ人のアイテムみたいなの取ったってことで、なんか疑似二人プレイやってるみたいな気持ちになる。これ助かりますね。多分だから言うたらやられるまでいてくれるってことか。こっちが攻撃したらあかんってことやね。あー、当たってもうた。さあ、そっちは任せまっせ。なんか、やーやーとか言わないんやけど、こっちは。そっちは言うんやね。えいとかやーとか言わないですよ、この俺が動かしてる方は。あ、言うな。あ、言うてるわ。あー、やっちもうた。当ててもうた。ズボッ出てる。あ、これか、こいつか。ちっちゃいやつか。小人みたいなやつ。あ、なんかニンニクみたいに取ったんだ、今。お、世界観が独特ですね、これ。あ、しまった。当ててもうた。
っとすいませんね。ちょっと今日はね、またこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube、もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。そうそう、これです。はいはい。そうそう、これね。まあね、こういうゲームって2人同時プレイするのが一番いいんですけどね。やっぱこれ使いたいよな。また使っちゃうね。また使っちゃったよ。違うキャラで言ってもよかったんですけどね。2回目だから。でも使っちゃいますよ。この色っぽいキャラクターね。使っちゃうんですよ、またね。どうしてもね。萌えキャラっていうのは使いたくなるんですよね。世界観なんですよね、これ。おお、ちっちゃいとかいる。ちっちゃい敵いるんですよね、なんか。おお。一発で倒せるよね、ちっちゃいやつ。ニンニクみたいなとこで。おお。そうそうそう、これ分身出てきてね、仲間になるんですよ。仲間っつうか、助けてくれるんですよ。多分こっちが力つける、あいつが力つけるまでずっとね、戦ってくれるんですね、多分。ファイナルファイトタフのね、疑似二人プレイみたいな感じのね。アイテムはこっちが取ればいい。マクラみたいな、これ。なんかポーズ決めてるぞ、もう一人の方。待ってくれてる間ポーズ決めてるよ。アップルじゃない、リンゴじゃなかったな、今のはトマトっぽかった。ストライプ、モアイって名前なんや。確かにモアイみたいやけど。こうやってね、ポーズ決められるボタンもあるんですけど、挑発みたいなもんであんまり意味がないっていうかね。こいつ結構強いな。硬いとか。小人出てくるんですよね、あのモアイからは。あ、倒してくれた。おお、刺さってる。
さ。あ、ボスっぽい。なんじゃこれ。変わってんな。いやんつって。世界観がすげえな。なんか変わってるよな。シカシカシカって言ってるし。面白いな。これボスか一年の。向こうでポーズ決めて待ってくれてるけど、あいつは。でも弱そうやね、この敵。これやってたら倒せそうやな。ああ。でも強いな、強い。もうちょっとで倒せそうやけど。ミリコ。ミリコって名前な、これ。このボスは。ミリコって名前ね。これ倒して。あーん。変わってんな、このゲーム。何これ。C を選ぶ。何を選ぶのこれ。何を選ぶのこれ。B 面 E。ようわからんな。適当でいいやん、もう。なんだこりゃ。貝。どういうこっちゃ。何この演出。よくわからない。あ、いなくなったもう一人。そうか。クリアしたらいなくなる。あ、でもこれ出てきた。これがそうやね。これ。あ、違うわ。あ、やっぱそうやわ。分身や分身。出てきましたね。小人まだ出てきた。小人まだ出てきた。小人、小人。いや、このゲームね、めっちゃレアらしいんですよね。超レアなゲームらしいですよ。うん、マニアックですけどね。そっちはそっちで倒すの、任せるわ。こっちはね、こっちは敵いないからポーズ決めとこう。はい、じゃあ行きましょう。ニンニク取った。うわ、何これ。皿みたいな、小人が皿みたいなのに頭に乗せてって。ああ、当てたらあかん、仲間に。これ必殺技どうやって出すのやろな。必殺技ないのかも。スタートでもない、セレクトでもない、LR でもない。必殺技が出ないね。はい、続きやりますね。はいはい、一旦切りましたね。はい、はい、ああ、しまった。ちっちゃいのばっかりや。あ、
あ、しまった。攻撃したらあかんや。あ、小人が残った。おお、何？今なんか飛んだっていうか。これであれか。あ、ボスか。ボスっぽいね。クローンって書いてある。あ、クローンは、そうか、クローンね。これボスじゃないか。死んだか。ボスっぽいね。何やこれ。ボウ独特やな。あ、死んだ。あ、ゲームオーバーや。え、タイトル画面戻んのこれ。コンテニューないんや。あ、ちょっと待って。コンテニューってあるやん。コンテニューあったやん。じゃあキャラ変えてみるか。これでやってみよう。どっから、こっからできるんかな。あ、こっからできるやん。よかった。何この攻撃。これ主人公なのかな。主人公っぽいな。ワン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 。ボスか。さっきの変なボスや。うわ、なんやなんや。え、一機しかないやん。そう、一機しかなかったな。ちょっとここでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。